ワンホール候補生高橋愛希です。今日は MBTI テストをしたいと思います。 MBTI テストとは質問に答えることで16タイプの性格パターンの中からあなたの性格を分析分類します。 MBTI テストはアメリカでは最もポピュラーな性格診断で、自分の性格を深く理解することができたり、他者との相性を考えたりすることができます。じゃあ MBTI テストで自分の性格を調べてみましょう。ルール説明をします。12分以内で終わらせましょう。はい。2、正直に答えましょう。はい。かっこ、たとえ答えが気に入らなくても。はい。3、できるだけ中立の答えは避けましょう。ルール説明を終わります。ちょっと待って、やばい、どういうことかわからなかった。自分の行動が他人に及ぼす影響について失敗することはめったにない。ちょっと待って待って、ずっと回りだし、やばいやばい、ちょっと待って、難しいぞ話が。面白い本やビデオゲームの方がソーシャルイベントよりもいいと感じることがよくある。ソーシャルイベント。直感でやるにはちょっと難しい。マジで？ちょっと待って、俺考えてしまってる。誰かが自分の E メールにすぐに返事をしないと、あ、これはめちゃめちゃ心配する。なんとして自分の子供が頭いい子、優しい子に育ってほしいと思う。そうだそうですね。それはそうです。他人の自分の子供、新しい職場での社交活動に参加し始めるのにそれほど時間を要しない。あー、これはちょっと苦手かもしれない。どちらかというと控えめで静かな性格でありますね。ちょっとだけ、ちょっとそれを持っていたら、今6分ですよ。やばい、あと半分。どのぐらいあるかわからへんから。友達が何かに悲しんでいる場合、問題対処の方法を対処する情動的なサポートをすることの方が多い。確かに。確かに。チームワークという点では、正しいということの方が協力的であるということより重要である。自分で言ってて何言ってるか分かる。十分検討されていないアイデアや計画でいつも頭の中がいっぱいである。いっぱいですね。他人が考えることについてあれこれ心配しすぎる。心配しすぎますね、これ。確かに、アイキが心配しない。何かを行うときは時間がギリギリになるまで物事を先送りにする傾向がある。あるよね。あるよね。あんまりしないです、僕は。あ、結果出ます。来ます。読み上げます。 INFJ です。静かな理想主義者。物静かで神秘的だが、人々を非常に勇気づける悪なき理想主義者。合ってるんです。悪なき理想主義者。特徴は高い理想を持ち、人の役に立ちたいと願っている。責任感が強く、感動で思いやりのある人です。合ってるよ。穏やかなタイプですが、高い理想と強い信念を持っていて、簡単にはぶれない。合ってる合ってる。対立や暴力を嫌い、愛と平和のために戦う人。おー。周囲からリーダーに押されることがあるが、口下手なためみんなを引っ張るよりもサポートに回ることが多い。でもカメラ回された時喋れない。感受性が鋭く繊細で脆いところがあるので、一人で静かな時間を持つことも必要。おー、持ってる。じゃあ持ってるな。え、合ってる。めっちゃ怖い。怖い。あ、待って、落ち入りやすい落とし穴。ちょっと盲信で頑固、時間感覚がずれていることも。あ、ずれてるよな、多分。起きるし、起きるの。批判に過剰反応するなど繊細で脆い一面があるようです。確かに僕非常に批判に弱いタイプなんで、はい、自分の中では多分当たってるなって思うところが多いです。当たってます。てかもうなんか僕みたいな感じです。その文章、はい。ちょっと難しかったんですけど楽しかったです。これで僕のMBTI テストは終わります。ありがとうございます。